なんかさ、ちょっと試しにさ、放送に顔出してもいいよっていう人でさ、すげえ、俺すげえ不細工なんですっていう人を、ちょっと今喋り送ってくんない？送った？うんこちゃん12345、送ったの？見るよ。いや、放送にさらすからね。全然ブスじゃない。俺めっちゃかっこよくない？こうやって見ると。モテそうだよね。俺めっちゃモテそうじゃない？こうやって見るとさ。まずさ、髪切ってさ、俺と同じ髪型にして、メガネをコンタクトに変えて、服をさ、もっとカジュアルな感じにする。絶対まず、こんなの1秒で変えれるよ。1秒で1秒。1秒で変えれるよ。顔の作りかっこいいじゃん。全然ブスじゃないよね。全然ブスじゃない。眉毛整えて、髪の毛こういう感じにして、前髪ちょっと作って、この辺のもっさりしたところ軽くして、服ちょっと変えれば。なんかジャケット着るにしてもさ、なんかもうカジュアルなインナーにジャケット合わせるぐらいじゃないとさ、なんかホストみたいになっちゃうんだよな。お、いっぱい来てるね。顔写真、100。ああ、いいやつ来た、これ本当に？昨日の選手権で今度応募した二十歳で透析のためです。お前はコーディネートする前に、予後を心配した方がいいんじゃねえか。二十歳で透析ってあと5年で死ぬぞ、お前は。あなたはね、まず坊主にした方がいいと思う。なんかこの、金杯を意識しすぎてる、五右衛門じゃん。五右衛門じゃん、ただの。坊主にしようぜ。で、こいつ絶対可愛いよな。こんなん絶対可愛い。まず髪切、坊主にして、ミッキーのトレーナーとか来てさ、絶対モテるよ。マチコンとか行って、俺がさ、いや、こいつマジでさ、こういうちょっと女、なんかなんていうの、恥ずかしがり屋なんだけど、すげえ一生懸命仕事とかしていいやつなんだよとか言えば、多分一日で彼女できるよ。俺が言うことによりな。え？こんなに爽やかな人にこの人褒められてるっていう。あんまり自分をなんか、あれすんの良くないけど。髪切って可愛い感じにして眉毛整えます。ありがとうございます。ありがとう。あ、よしよしよし。バリカンもカミソリがありませんでした。ヒゲ剃りでありました。違う、これ合成でしょ？だって。まあ、こうなるよってことだよな。ちゃんとあれしてな。カミソリで剃って送ってな。しっかり。雑コラじゃなくて。ねえ、ちょっと今から坊主にして写メ送って。あと10分以内にカミソリで写メ送って。今です、頼む。お願い。絶対モテるから。俺信じて。そしたら俺服買ってあげるから。坊主にしてシャル送って、お願い。カミソリで剃って、絶対モテるから、俺信じて。ああ、いいね。でもね、絶対モテる。100%モテる。あなたはもう全部自信ある。100%モテるよ。俺マジ自信ある。え、俺マジで自信ある。絶対モテる。朝鮮系の顔してるから、思いっきり韓流に染めてく。絶対モテる、絶対モテる。俺自信あるよ。髪整えて、眉毛整えて、俺自信あるよ。前髪をなんか、じゃあこいつ来た、じゃあ朝鮮系の顔してるから、絶対モテる。来い、代々木公園に、俺が。一重がいいね、まずね。で、マチコン行った時はこいつさ、格闘技やっててさ、っていうところから、あ、確かにってなるでしょ。ちょっとみんなかっこよく見えてこない、俺の喋りで。いや、こいつさ、格闘技やってて、まあ、強くないけど一生懸命やってんだよね。っていうところから、テコンドーやってんだよ、こいつは。で、テコンドーやっててさ、ちょっとウブなとこあるけど、すげえ純粋でいいやつなんだよね、つって。んで、前髪をちょっとピタッと合わせて、服ちょっとカジュ、か、かわいい系の。で、肉体改造して。かっこよく見えてきただろ。嘘はバレるぞ。別に弱いっていう設定だったらいいんだよ。で、嘘はいいんだよ、別に。その時モテれば。あ、いいね。一番いいね。ご中途半端ですが、一番。この人はね、別にかっこいいよね。なんでみんな唇にたらこ乗っけてんの？流行り？今の。で、まず、黒髪にして、黒髪にするじゃん。で、肌とか綺麗だし、黒髪にして、で、朝鮮系の顔してるから、朝鮮系の顔してるから、韓流スターっぽくするよ。顔ちっちゃいでしょ、この人。多分。
韓流系の顔して黒髪、いやなんなら金茶髪でもいいな。でこいつテコンドーやってんのね。あ、ムエタやってんだよ。こいつさ、こう見えるけどね、チャラチャラしてそうだけど格闘技やっててさ、ムエタやってんだよね。これちょっと小比類巻に似てきたでしょ。小比類巻に、みんな小比類巻に見えてきたでしょ。いやでもちょっとよく見えてきたでしょ。こいつも無理だよ。これ荒いじゃないよね。荒い2000本あんな記念で送ってきてねえだろうな。お前なんか火炙りとかされてねえ、大丈夫か。この間会社の飲み会で撮ってもらった写真です。こんなの全然モテる。てかもうすでにこの人モテてるよ、気づいてないだけで。めっちゃモテ、こんなのモテる。え、わかる。こんなのさ、キャラクターで絶対モテてるよね。思わない？これ全然モテないと思う。こんな超可愛い。こんなの買えるとこなんもねえよ。お前ずっと飯食ってる。俺とマチコン行って、すっげえもう飯食っててさ。いや、なんかね、こんな、お前ほんといつも飯食ってるよな。せっかくこういう場所なんだから女の子と喋れよみたいなこと言って、照れてるみたいな。あ、可愛い、ちょっと。ね、ミッキーのトレーナー着てる。ミッキーのパーカーだな。マチコンに来る女がブスだし、余裕だわ。え、俺マチコン行ったことあるけど、結構可愛い女の子来るよ、モデルさんみたいな。俺が行った時は、来てたよ。少なくとも。来てたよ。あ、桜なんだ、それ。俺でも桜、だって、え、でも一番可愛い女と俺エッチしたよ。めちゃめちゃ可愛かったよ。いや、桜でも俺結構パワーでご利用したよ。いいから、いいから、もういいから、いいからって、あれだよ。店と店の間の路上でナンパして、それで、ね、そのままその日のホテル来たよ、俺。パワーでご利用したよ、桜を。関係ねえんだよ、別に。桜だろうが、来てんだもん。あ、いいね、本物のブサイクか。え、全然ブサイクじゃない。お前、ブスを舐めてるよ。こんなのさ、褒めてもらう。全然ブスじゃないじゃん。直すとこ一つもねえよ。全然ブスじゃねえよな。全然ブスじゃん。みんななんかいい顔してんの、意外と。全然ブスじゃないよね。直すとこ一つもねえじゃん。あ、なるほど。いいの来た。これ直しがいがあるやつ来た。いや。まずね、あれだ。お前はちょっと、魚系の顔してるから。で、ブスじゃない。こういうやつこそちゃんと眉毛整えて。多分中途半端な髪の長さがよくねえな。坊主だな。坊主ダメだな。こいつ坊主じゃダメだ。こいつ坊主じゃダメだな。まず眉毛を綺麗に整えて、口呼吸をやめさせて、これね、こういう色の服着ない方がいい。絶対。もっとさ、ピンクのシャツ、ピンクのシャツとか、ピンクのシャツとかありそうじゃない？ピンクのシャツ。ピンクのシャツだよ。老けて見られがちでしょ？ピンクのシャツとか着てさ。なんか髪型がなんか多分決まってねえな。前髪作った方がいいんじゃねえか。前髪。そう、だから幼すぎるよね。ひどいこと言うんだけど、顔が老けててなんか全体が幼いみたいなアンバランスじゃん。だったらもっと、ワイルドな感じで言っちゃったらいいんじゃない？坊主にするか、前髪作るかみたいな。これ絶対拾い物でしょ！これ絶対拾い物でしょ！これと、みんなこれどうする？これは。これは。これどうすればいい？お前の耳はどうなってんだ、これは。お前、まず。これ、あれだよね。拾い物でしょ？え、こいつとかも絶対モテるよ、結局。こんな、最強にモテるよ。こんなの。最強にモテるよ。髪の毛綺麗にしてさ。え、こんなの可愛いじゃん。いや、これ可愛いんだって、こういうやつが。なんか服がおじさんみたいな服着てるから、ちょっと子供っぽい服とか着てさ。絶対モテるよ。なんか可愛いメガネとかにしてさ。あ、この人なんかおしゃれだなって。あれ似てるじゃん。なんか芸術家気取ればいいんだよ、こういう顔のやつって。芸術家。アーティスト気取るのがいいんだよ。なんか正攻法で行くと大変だからさ。なんだっけ、ベッキーと不倫したやつ。ベッキーと不倫したやつなんだっけ？そう。
モザイ格好してるからさ、写真部のちょっと冴えないオタクみたいなさ、世界の終わりみたいな感じとしてるからさ、なんかちょっと、アーティスト気取ればいいんだよ。服装とかも、細身のなんか、木こりみたいな服着てさ。こいつ、意外と指ごついね。こいつ、なんか、ジョネスみたいな指してるね。パンクラスだな、パンクラス。お前は。パンクラスだな。本当にモテないやつなんて一人もいねえよ、多分。ブサイクには自信ありますとか、全然、てか、お前なんなら俺にちょっと似てるし。お前、ちょっと俺に似てねえか。お前、その顔でブサイとか言ったら俺がてめえ殺しに行くかんな。似てんじゃねえか、俺に。お前、うちの親父にクソ似てんぞ、顔。こんなん絶対モテるよね。イケメンの方だよね。いい顔してるよ。自信ないだけなんだって、結局は。今まで彼女できたことないです。どこの遊びですか？これはネタ、あれ、何歳なんだろうな、この人。でも、拾い物なの、これ。拾い物なの。なんでみんな、どこでそんなの見てんの？なんかお前らな、インターネットでさ、みんな何してんの？みんなさ、なんですごく無駄、時間の無駄してない？俺そんな奴らにさ、悪口言われてると思うと本当腹立つんだけど、おめえらあんなの見てるくせにさ、俺の嘘つまんねえとか言えやつさ、おめえらの人生の方がよっぽど面白くねえかんな。あんな食ったらねえガキのわけわかんねえ挑戦みたいな顔してガキのさ、写真見てさ、それ叩いてる奴らに、なんで俺が書いたかって言われなきゃいけねえんだ。うわ、こんなの絶対モテるな。こんなの絶対モテるな。絶対モテるわ。野球部だよ、こいつは。高校時代野球部主将だよ。女のも絶対モテる。髪型がなんか変なだけじゃん。でさ、変にさ、この人さ、伸ばすと微妙だよね、多分ね。なんかビジュアル系バンドの冴えないボーカルみたいになっちゃうな。なんかスポーツマンみたいな。サッカー選手っぽい格好すればモテそうじゃない？サッカー選手っぽい。なんかその堂々オーラを感じないか、こいつに。俺を見ろみたいなさ。俺を見ろ。これネタでしょ、絶対。高2じゃん、高2。これ拾い物でしょ、多分。拾い物だよ、多分な。見たことない、マジで。これでも本当に送ってくれてたら、ごめんね。こんな人間存在するわけないだろうというわけじゃないからね。見たことねえのかよ。モテるよ。モテるよ。なんか、頑張れば。生まれてこの方彼女ができません。大学1年生です。お前なんか表示がて、よ、ブスにも関わらず自己主張やべえな、お前。とんでもないデカさのファイル送ってきやがった。自信がない男には見えないぜ。お前が。お前の圧力。俺が押されたのは初めてだぞ。可愛い顔してるなぁ、こいつ。すげえ可愛い。飯食わしてやりてぇ、こいつに。え、可愛い顔してない？すげえ、なんか可愛い顔してない？絶対喋るとき口隠して喋るよな。こんなん可愛いに決まってんじゃん。うさぎみたいな。おい！おい、前が、二人で、女の前じゃん、優しくするけどさ、二人でるとき、おい、お前さ、あれしろ、生の人参、前歯で、うさぎみてに食えよ、つって、俺がケタケタ。俺が金払うんだから文句言うんじゃねえぞ、って言いながら。これ、冒険、これに、キュウリをこうやってさ、パリ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 って、うまいって言えよ、つって、俺の飯がまじいのか、って言いながら。そういうゲームしようぜ、今度、お前と、代々木公園で。全然別じゃねえよ。元ダルビッシュ。元ってなんだ。今は一体何なんだろう。清潔感がないな、掃除って。みんな。なんだこのおじさんは。紛れ込ん、これ多分ネタだろ、これは。拾いがだろ。お、なんかカナダの偽物みたいなやつが来た。でも見方によってはレトルトだな。見方によっちゃレトルトだな。金髪やめた方がいいよね、多分ね。黒髪だったらモテそう。
短めの黒髪のなんか最近流行りのさ、オールバックみたいな。団長みたいな髪型したらモテそう。あ、救いようのね、ジジイが送ってきたよ。じゃあ別にもう、あなたは別に恋しなくていいじゃん、もう。今まで逃げてきて、もうそういう風になったんだから別に、他のこと、なんか、バードウォッチングのが、絶対、バードウォッチングだな。こいつのキーワードは。バードウォッチング。ベレー帽かぶって、バードウォッチングだな。で、俺とマチコン行って、俺は敬語で、すぐ俺がリスペクトしてる。いや、でもこの人、本当に、俺、この人のおかげで今飯食えてるから、みたいな。手塚治虫の漫画家だな。漫画家。モテるわ。結果、ブスは一人もいないっていう、結論に、至るわけよ。以上。ダメだな、結局、俺が、俺の手が必要な人間、いた？誰？バードウォッチャーは別にブス、でもブスとかブサイクのカテゴリーから外れてるでしょ、あの人の場合は。仕事がバードウォッチングなんだもん。見た目で勝負してねえじゃん。鳥の写真で勝負してるから。そういうのはやっぱ、俺たちが、ダメだよ。そういうところで判断して。あの人の場合は見た目じゃなくて、どういう写真を撮るかで、勝負してるからね。エゴだよ、それ俺たちの。